で、Ukrainian partner could provide training to both command staff and new recruit. コマンドスタッフとは指揮官。だから、ウクライナの同盟国パートナー、同盟国は指揮官と新しい、リクルート、兵隊、新しい兵隊の双方に対して訓練を提供することができる。しかし、but it's also important to ensure that Ukraine does not launch a counterattack before its forces are fully prepared. しかし、重要なことは、その軍隊が完全に準備される前に、ウクライナはランチアカウンターアタック反撃に出ないということを演習は確実にすることだと、これが重要だ。Otherwise そうしないと It risks incurring heavy casualty。 そうしないと、ウクライナ軍はかなりの負傷者を起こしてしまうリスクがある。Now that Ukraine's survival is assured, 今やウクライナの存続が確かなものになっているので、Its international allies must properly evaluate the scale and time frame required to bring about victory. 国際の同盟国、国際的な同盟国は、properly 適切に勝利をもたらすために必要となる規模と時間軸を評価するしなければならない。Ukraine can win this war. ウクライナはこの戦争に勝つことができるが、but it needs a sustained support of its friend. ウクライナはその同盟国のサステン、維持される支援を必要としている。ということで終わりだけどね。それで、そういうことだけれども、今だから、ウクライナ勝つの分かってるんだけど、ここで、これ3番目だね。ここで言ってるのはね、最終的には同盟国がウクライナに勝つため の兵隊の教育訓練をもっとしっかりやらなきゃいけないって、これ本当だと思うんだよね。武器弾薬の提供もそうだけど、ただ問題はみんな知ってるようにドイツなんかはね、ガスパイプラインいつ止められるか分かんないんで、ドイツとフランスがオランダとかポーランドはもう完全にコミットメントしてるけど、イギリスとかね、ジョンソンが首相である限りは、で西側諸国は全員こう一致団結していないんですよね。ハンガリーなんかもそうだけど、だそういう意味からするとドイツなんか年内持つか持たないかみたいな話になってるんで、来年になって戦争が今年終わるとは思わないけど、そうなってくると EU の、 共同体制が崩れる。でアメリカが、武器を提供するけど、やっぱりそれによってウクライナは負けることはないけども戦争がずるずるいくのと、それからさっきソミヤが質問したようにロシアがどれだけ弾薬を持ってるか分かんないんだよね。で彼らだからプレシジョンウィポンは持ってないの分かってるし、あと航空権が維持できないってことは、戦車もそうだけど最先端の飛行機とか最先端の戦車がうまく提供できない状況にある。だからただロシアは死ぬほど金持ってるんで、それを中国とかやっぱりチェコとかハンガリーみたいにロシアに対して、トルコとかね、イランとか寛容な国がどこまで金で持って釣られて動くかどうかだよね。だから意外とこの戦争は泥沼になっていくような気がしてならないよね。